か左の方が下がってるよね。ラビドっていうブランドのねカラーグラスなんだけど、俺福岡にポップアップ来てた時に買ったのよ。さ、行ったよね、オーダーしたから後日届いたのよ、お家に。ポップアップ終わって東京から福岡に届いたの。だからさ、かけ具合調整みたいなのしてもらってなくて、その状態でずっとかけ続けてて、なんかかけ心地悪いなと思ってたのよ。したらさ、最近私の保管方法が悪かったのかもしれないけどさ、よりこの広がりがさすごくなっちゃって、模様替えしたの。窓側にソファーを持ってきてもう出る直前で、あ、見て、髪の毛新ペクにしてもらった。可愛くない？逆光かな、上手。まあ、とりあえずもう夕方だし、なんかどっか出ようか。めっちゃ綺麗にしてもらった。ほら、わかる？めちゃくちゃ言われてたね、店員さんに。これはひどい。めっちゃ、本当にかけやすい。下向いても、何してもずれない。ありがとうございました。行きましょう。5くらい。ご飯食べ行く？なんか。うん。買い物もしたい。カルディでグリッシーニを買いました。あとね、今日からかな、あれミスドの桜のやつ思わず買っちゃった。久しぶりにね、ラーメンが食べたすぎてラーメンストリートを散策してます。ごちそうさまでした。最高だな。美味しかった。すっごい久しぶりに行った。意外と行かないよね、ラーメン屋さんってね。いや、ほんと行かないの。ラーメンはさ、なんとなくさ、2人の中でさ、まあちょっと食べちゃダメよねみたいな、我慢対象、我慢対象ね、フードだよ。フードで、家の近くにあるけどさ、ラーメン屋さんいろいろ、昔は好きで行ってたけど最近行ってないねってとこ多かったけど、解禁しちゃったらもうやばい。ただいま。お腹いっぱいだね。ね、何食べたっけ。あ、メガネきれいにしてもらって、買い物してまいりました。明日ね、生ハムパーティーするんだよ。友達から生ハムの原木をもらったの。じゃん。おお。まだネットに収まれてるけど、ほら、大きくない？原木です。明日これを使ってね、ちょっとパーティーをしようと思ってて、2人でね。そう、すいません。で、しかもこれ嬉しいのがさ、なんかほら見て、この削るやつ、スタンドをしてさ、もう要はこうなるわけよ。見えるかな。あ、こういうことか。そう、ちょっとテンション上がらない、ね、こうやってジージー。これでミニなんだ。これでミニだって。
いや相当大きいよこれ。あの2人の家で食べる量ではないっていうぐらい大きい。ありがとうございます。ありがとう。だからそれ用の生ハム用のグリッシーニと、グリッシーニ好きだよね、大好き。グリッシーニのあのノンソルト、ノンソルトのことなんて言うんだ、あノンソルトだ、うん、こっちも塩分が結構強くなっちゃうので、クラッカー、プレーンのクラッカーとグリッシーニでしょ。あとこっちは新平チョイスで生パスタ、パスタにしたくてね、生ハム、うん、火通すのも好きなんだよね、生ハムに、うん、美味しいよね、うん、まあそんな感じでね、カルディで買ってきた。今の袋かわいいねっていう感じです。映ってない、うわー美味しそう、いい匂い、食べよう。限定の、ハラハラしてんじゃねえよ、食べないでって言われて食べてない、聞いたことない、限定の、なんだっけ、なんとか桜、あ、しかもなんかサンドされてんじゃん、食べていい、いいよ、これ見て、これがうわケラチン、美味しい、散ってんの、散ってる、中何、ん、中身違うわ、違う、桜あんこのペーストと、いやこれ生地がすごい、いただきます、こっちから食べた方がいいんじゃない、じゃあなんかあんこ入ってる、いこう、このすごい、これがマジで本当だ、今までで一番美味しいかも、内側ピンクだよ、うん、コーヒー飲みたい、本当ね、うん、寝る、でも寝れなくなる、イエーありがとう、ありがとうございます。